おはようございます。気づいてる？俺とゴリさんのおそろコーデ全く一緒、全く一緒です。俺今年はいい感じに焼けたわ。確かになんかちょっと精悍に見える。そうでしょ、うん、めっちゃ嬉しそうだよ。テンペラでもなんで白にこだわるのかなって。いやいや、あのシミです。シミ色じゃないです。いや、テンペ肩クソジジイなんです。おい、すぐもうシミになるんですよ。ほらほら、ベビーフェイズでおなじみだったのにな。シミ男なんですよ。お前ちょっと言い過ぎだぞ。かっこよかったやつが劣化していくのほど幸せなことないよね。この番組はしがない芸人たちがあなたの願いや思いを叶えるために日本全国どこへでも全力で旅をしてきますので、笑ってくだされば幸いです。バスがめっちゃ来てるぞ。ジャパンツアー。そういうことは海外。海外ですね。客船じゃないの？僕は客船。乗ってみたいですよね、いつか。いや、俺は夢ですね。絶対。本当に50日ぐらい。やだやだ。なんでですか？だって船の中で50日もいるんでしょ。いやいや、めちゃくちゃ広いよ。プールとかあるんで。24時間ビュッフェ食べ放題だし。オーケストラとかあるとか聞きますね。オーケストラなんか聞きたいですか？カジノ、カジノ。あ、カジノあんの？足りないね。この番組のルールをヤノペペが説明いたします。インタビューやメールで行ってみたい場所を聞き、その中からランダムに目的地を決定。依頼者の代わりにその場所へ行き、僕らがお望みの写真を撮ってくるルールとなっております。おはようございます。最初はグー、じゃんけんポン、ポン。目的地は、はい、鈴鹿サーキットでコースをゴーカートで回れるんですけど、皆さんでタイムレースをしていきます。わー、面白そう。なるほど。三重県ですね、はい、なるほど。三重県から来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。せめて楽しんでください。そうですね。ゴリさんの兄貴じゃないですか。違います。違います。フォルマにしよう。福井県の東京都。山形県の鴨水族館。クラゲが。今日どこに来たの？今日東京から。うわ、せめて楽しんでください。ありがとうございます。青森県の三内丸山遺跡。沖縄に旅行に行きたくて、うん、ゴリパラリサーチを。今日は遠い B。 B なぜ、なぜ B？ ブロック B の B。 あ、好きな歌手ね。もう一回。 B、 もう一回、せーの。 B、 B、なぜ B？ 貧乏神の B。 あー、貧乏神じゃないじゃん。じゃない、もう一回。しかも今。それでは行きましょう。運命のお時間です。よっ。B です。阿弥陀阿弥陀三重鈴鹿サーキット。鈴鹿サーキットです。というわけで今回のゴリパラ見聞録は三重県鈴鹿サーキットでタイムレースの旅でございます。四日市とかは結構泊まってて、まあ、刺身だけを求めるんだったら一回鈴鹿のこと忘れて。島だよね。伊勢島下の方じゃないの、あれ。とりあえずどこに泊まるか大事よね。新しい場所での刺身大事。それはもう遠回りしてで、してでもだ。すごい努力家でしょ、考え方としては。サボってないよね。そんなアピール、急にアピールな。叩かれる保険かけてる。どんだけ叩かれんの、これさ。結構叩かれます。言ってたよ、ともちゃんも。ツイッターでエゴサーチして悪口言われたっていうのを全部私に言ってくるよって。言ってた。悪口言われたって。もうそれ子供じゃないですか。子供が母ちゃんに言うやつよ。見んかったらいいのにっつって。確かにそうだ。全部ともちゃんに私に言ってくるのよっつって。何個か褒められてんのもあんだよ。わかる。わかるよ、俺。しがりが言われる。それを探す。わかる。みんな何やかんややってるでしょ。やります。やってるよね、みんな。はい、とりあえず名古屋にね。名古屋行きましょうか。何か学んできますんで。もうやめよう、それ。勉強したことは、やっぱナンバー読んで、田中のマー君の高校時代のスライダーは消える。以上。じゃあとりあえずね、宿はですね、鳥羽ってとこ。伊勢志摩じゃなかった。なかったのね、宿は。
伊勢と島の間にある鳥羽っていう町。さあもうね結構レンタカーを借りるまですごく苦労しましたね。疲れちゃいました。伊豆の12階にあるレンタカー屋さんですからね。降りてくるだけで酔いましたよね。そうね、くるくる回ってきた。くるくる来たから。ナンバー読んでたんだけどさ、松井秀喜さんいるじゃない。まあ、甲子園でも敬遠されたぐらいだからさ、もうとんでもなかったんだ。監督が取った作戦なんでしょう。もう野球じゃないんじゃないか。女の子をこう近づけたとか。ハニートラップ。スポーツマンシップのかけらもないな。分かんないけど。取られるよ、こうやれ。ちょっとだけでも有利になるように、うん、そこまでしたかっていう作戦なんだけど。あ、シフトだ。松井シフト。ああ、守備位置を変える。守備位置をもうライト寄りに。うん、全然違う。あれ老人っていう何て言うんだろう、うん、老人バック。老人バックの粉をやたらつけて投げた時に粉まみれに。ゴリラ先からスポーツマンシップのかけらもない答えばっかり出てくるよね。正解言いましょうか。キャッチャー敬遠するみたいに立たせるんですよ。すかさずそこでストライクゾーン入れるんですって。そしたらワンストライク得するだろうって実際やったらしい。すごくない？いやでももうそれぐらいまで動揺するだろうって言って、結果松井全く動揺せんかったらしい。かっこいいっすよね。野球部のエースとかになってみたかったもんな。あれモテるんでしょやっぱ。何の競技にもかかわらずやっぱ日本一を取ってるやつはモテるよ。剣道もやっぱりモテる。モテる。東福岡もそのファンレター用のポストがあるっていう。え？聞いたことあるよね。うちの事務所にも東京ありましたよね。もう人気あるやつも棚がもう溢れ返ってもうあかんくなるぐらい。いつも空だった。あえて貯めてましたもんね。事務所行ったけどあえて見ない。保存して人気ある感を出したよね。やってたやってた。そう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 。でもこれ覚えてるかな。こんな俺でもなんていうんだろう、ゴリッコっていうファンのチームがいたんだよ。非公式のファンクラブみたいなやつってことですね。そうです、ゴリッコって。すごい。最後のネタ終わりゴリゴリってやるときみんなやってくれるんですよ。すごい。ゴリ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 剣ですのこう勇気出してやってた女性が十何人いたんです。言われた記憶あるわ。私ゴリッコなんですよって言われて、え、何それと思ってて。でなんか仕事が調子いい時はゴリってるみたいな言葉もあったり。今の神ってるみたいなことですね。そう、そんな感じですね。もう最近ゴリってるなとかって。他のやつが調子よくてもゴリってるねってなるってことでしょ。そう考えたら今第二次ゴリってんじゃないですか。第二次ゴリってるブーム。ゴリってるブーム。いや、ゴリってるがもうそういうことじゃない。だってうまかっちゃんですよ。やっぱバカお前出てないじゃん。お前ゴリさんより声出るから追っかけてくんだよ、こいつは。この決め打ち何？びっくりした今。狙ってるんですよ、うまか教頭で。パラシュートどっちかってペペの時はペペはでもちょっと男前担当というかキャーキャー言われなさいって言われた方だもんな。我々はそういう泥組というか、それこそやっぱもういや斎藤はもうグイグイこっちに来ようとしてましたよ。いやでも結局泥組だったじゃない。そっち行ったことあったっけ。いや行きたかった俺は。だってパルコとかで服買ってましたもん、うん、でもなんか俺はでも覚えてるな。俺も戦前そういう服とか興味なかったけど、なんか斎藤から白い靴っておしゃれですよって。初めてクラスの端っこにいる男子の会話なんだ。おい白い靴っておしゃれですよ。本当か。五軍の会話だよこれ。ペペはやっぱおしゃれだったっけんですね。で福岡来て一緒に住むようになって、俺も最初におしゃれになりたいって時に今持ってる服全部捨ててくださいマジで嘘だろっつって。だって感覚で言うとやっぱ1万以上した服っていうのはもう無条件でおしゃれと思ってるんですよ。関係ないですから、そんなのダサいんだから。え、これダサいとって。だから俺たちの物差しが値段しかなかったからですね。センスをやっぱふるさとに置いてきてるから。俺パパヤさんからめちゃめちゃ怒られてたもん。それこれ元気着替えるんだよな。いや、これですけど。うっそだろ。いや、これ1万2000円したんで。すぐ値段言う。すぐ値段言ってた昔。なんかちょっと服いじろうとしたらこれ1万6000円したから。すぐ言ってたよね。懐かしいわ。第二次その溜まるのがもう一つのブランドしか買わないダサさ。いや、絶対そう。一時期もうエイプばっかり買ったもん。エイプ買っとけば大丈夫だろうっていう。これも良くないですよね。ダサいって言われたらこれエイプだから、うん、背骨が変わったねブランドに。でも福岡のこの10年間11年ぐらいは日本の高度成長期みたいな、福岡成長期みたいな感じでしたね。僕らなんかいろいろこう品物を揃えていく楽しさっていうか、3人がね、うん、洗濯機テレビ最初はだって共同ですから。
そうですよね。洗濯機もあのあれですよ、脱水グルーって回るやつね。二槽式。二槽式。みんなが当たり前みたいに持ってるもん持ってなかったもんな。だってあの結婚するときに嫁が持ってきた洗濯機と冷蔵庫去年まで使ってたもんね。集めれる喜びみたいなのはちょっと普通のなんか人たちに比べたらあったかもしれない。冷蔵庫もこのカチカチに凍ってない冷凍庫、心病むやん。冷凍庫見たらもう掃除する気もせるというかさ、もう全部が一個になろうとするもんね。全部が一個の氷になろうとするもん。古い冷蔵庫塊魂みたいな。たまになんかビールが出てきてアイスキャンディーも巻き込まれてる時ある。でもサラリーマンの人ってちょっと聞いてみたいんだけど、阿部ちゃんとかにさ、そういうなんか集めれる喜びみたいなのってあんまないよね。冷蔵庫とかそうですね。冷蔵庫はいくつで買ったんだよ。氷が勝手にできるやつだよ。ちゃんとしたやつは26の時。はい、俺はでもそう、効率ができるのは俺40歳になってからだ。めっちゃ遠かったね。刺身を食いには2時間。言い出しっぺの俺としてはちょっと責任感じてる。見たことないね、街にっていうのはやっぱ一票入れたんですけど、それをさっぴいたとしても遠かったな。何が名産なのかな。伊勢海老。伊勢海老か。海鮮バーベキューって書いてあるやん。エビ食えないです。一番頑張ってるんだね。伊勢エビ2時間運転して。あと真珠が有名らしいよ。真珠の貝柱うまいですよね。真珠の貝柱。真珠の貝柱。真珠って貝でしょ。何貝。わかんない。なんとかちょっとカタカナの貝や。おこえだっけ。あ、楽天か。貝じゃない、楽天。小屋貝かな。小屋か。でっけえやつでしょ。真珠の貝柱っていうか、アコヤ貝の貝柱ってことですよね。そういうことや。うん、いいね。いい街だね。もう我々ぐらいのキャリアになるとね、うまいかまずいかもう店で分かるんですよ。門構え。こっちでしょ、ね、100%。門構えで美味しいと確信したこちらで今夜は一献です。こちらです。ディディー。記録。記録。乾杯。サザエの作りとホラー貝になりますね。うわホラー貝。うおーのやつですか。すごいよこれ。ある意味、まあ、戦が始まるってこと。ホラー貝って鳴らすためだけのものじゃないんだ。なかなかの色してるね。やっぱり最初はちょっとお魚からいきましょう。いただきます。うま、うまい。走ったかいあるなこれ。ホラー貝、ホラー貝食べてみて。戦の始まり。あ、うまいうまい。うまそうやな。金目鯛ってすごい効果だね。写真撮らせてもらおう。すごいね、インスタで金目。インスタで金目ってなかなかないね。うん、最近その別の番組でその若い女の子と恋愛の話す機会があったんだけど、インスタに載せれない彼氏と付き合いたくないじゃん。もうメインが自分じゃないじゃないですか。そうそう、周りが判断基準なんだ。いやだからそれはもうそういう今そういう時代よ。本当ブサイクにはきつい時代だな。俺たち結婚できてよかった。よかった。ボリさんインスタ映えするよ。ある意味ね。それは違う意味ででしょ。絶対に。それ絶対違う意味。インスタ映えするじゃん。でも恋愛って変わってきてるよ。だから、うん、SNS のおかげで人に認められる彼氏を作りたいっていう願望が先に来ちゃう。物差しがやっぱいいねになってる。下手すれば自分がそんな好きじゃなくてもみんながいいね押せば、うん、いいって思っちゃうような恋愛になってるっていう。僕危惧してますよ。トミさんとかも絶対もう今の時代だったら無理。絶対無理。分からないやろ。奥さん綺麗や。いただきます。いいタレですね。醤油。マグロ納豆。これうまいね。ジョバラステやね。お前なんだよ。お前もう楽しみしてんだからな。お前全部リバースしてるやん。もうなんだ。どうせ食べる。いやより音立てようと思ったらもうのどちんこノックしちゃって。マグロ納豆のジョバの音すごいな。いいかもしれない。マグロ納豆ジョバ。うわ、あすごい。すごくない？これ来年あるよ。マグロ納豆ジョバジョバ選手。ちょっと夏いません。いや。それね、野外でね刺身食べるのがねなんかルール的にとかあったよね。屋台とかで。幸せやね。うん、もう店の門構え見たときはもうキーホリオだったもんね。そうです。キーホリオはパチンコの話ですよね。あ、そうですよ。それしかないでしょ。キーホリオっつってんだ。パチンコ知らない人もいるから。
でも刺身出てきてレインボーでしょ、うん、レインボーレインボーでしょ、レインボー確定ですね、はい、確定です、青黄色緑赤金でしょ、来た来た来た、わっしょいわっしょい、おーっかじゃん、もうちょい、いやもう決まってっからなんで、ね、すごい、これはちょっとやっぱ寂しさ感じるね、ちょっとすこっつって、すこっつって言ったらすこって、なんか、はいか、すこってすこってすこってティッシュ、すごい、何どうぞティッシュどうぞ人間性ちょっとしたことでわーっと落ちていくんだねこっちこっちマグロのちっちゃいちっちゃいっすうまーい、うん、マグロやっぱちっちゃいのが好きなんだろう、うん、ちょっと若い感じなんですね、マグロと女は若い方がいいって年間もいいぞ、まあね今相当女性を敵にまず発言したぞあんた奥さん年上やろいやなんかそういうこと言いたいなと思ってあ横はうまい、柔らかい、なんかうまい海鮮とこのうまい日本酒だった時頑張ってきてよかったなと思っちゃうねおい、お行儀悪いお行儀悪いやめてご当地妖怪、マスナメ男嫌だよね、マジでこれからご当地妖怪シリーズやっちゃおうかな、ミルさんもずっとやってるんですか、やってねえよやめてんだよ、マジで、え、そうだやめろ、全国共通妖怪、俺娘子供がいいんだからな、娘子供がいる嫁と子供は聞いたことあるね、娘も子供ですからね、いやもうそろそろ リマちゃんもね、娘がインスタとか始めたらお父さんのせいで載せれないっつって、もうそっか嫌われちゃう、インスタ炎上しちゃうじゃん、不細工すぎて炎上しちゃうじゃん、ふざけんなよ、嫌だろうな俺がパパなんて、嫌だよ、嫌でしょうね、かそういう負担をかけてしまってるのか、リマに十字かよ、悔しいなお前さ悔しい、俺は自分の顔面を思い出した時にあくそそうだなと思っちゃう、あくそどんまいちがよがねえよな、え顔を思い出したら、うん、あくそってなっちゃうそう、そう顔なことですよ、そうよ、ね、うわ俺この顔やったあくそってなっちゃう、ほんまそうよ、それ切ないよ、あんな可愛い娘さんが生まれたんだからもう良かったと思わないと、まあ本当やな、夏場の嫁は艶っぽいもんね、まあまあ確かに、うん、でもほんと偉いもんでもなんもないな、チューもないわ、あ、そう、あれチュー好きのベベちゃんは、チュー好きあれなんもない、マジで肘でやられんの、わぁ、うわもうでもそうなんのかね、なるやなる、うわうわうわと思って、もうでも、もう当たり前みたいな感じでいくから肘なんじゃない、いやもうお願いしますって感じでいやムード作る感じ、チューチューチューって感じ、ちょうだい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 、そこまでは言ってそっちの感じそう、どっちかっていうとそっちより、あさみちゃんなんてまだいくつ、29、早いね、お前なんか嫌なんじゃないの、肩が趣味だらけだから、お前さやめろよペペの劣化しろ、ペペはもうちょっとルックスで人気出てほしかったな、そりゃそうですよ、コンビのプランとしてはしょうがない、もうおじさんたち、もうそしたらもううまみ成分がねえな、おいこっちもだよもうちょっと面白いギャグやってくろうと思ってた、ね、やめろ武田鉄矢さんの話でさ、うん、結婚っていうのはもうやっぱりその減点法であると、うん、悪いとこ探しになってしまう、やっぱ悪いとこばっかり探すっていうのを一旦もうフラットにして、うん、いいとこを探しませんかっていう、そうせんと夫婦生活っていうのは絶対に問題が起きてしまうんじゃないかって、それもう武田鉄矢さんが総理大臣になってもう法でやってもらうしかないよね、やってもらうしかないよね、どうにかしてその社会というよりは家庭を立ち直したい、立て直す飲み込むんじゃないよ、これはダメだ、立て直したいんだ俺は、だ今ガタガタってことね、ガタガタっていうか、ね、なんかやっぱなんかでもさ女性によると思うんですよこれ、まあ男のせいもあると思うんですけど、なんかめっちゃ立てる人いるじゃないですか、男の人、それは女性の持ってるそのなんだろうね、持って生まれた、持って生まれたスペックっていうか、うん、そういう、でもそういう女性俺あんま好きにならんもんな、お前はな、うん、今もいろんなことグリグリしてそこにたどり着いたな、ここに至るまでに十何年かかったんですけど、うんうんうん、そういうやつは好きにならないっていう風にした、ね、自分をしたの、わかるしたんだ、自分したわかるんだ、で、もう人生についてつけた実は違うかもしれないけど、もうでもそんなのもう自分に催眠よ、自分に催眠よ、自己催眠じゃないと折り合いがつかない、うん、そうやってもう折り合いつけた、お前大人になったな、いやそれじゃないともう精神が倒
ったら。でも明らかに俺たちが悪いんだけど。まあね。本当にそうですか。ごめんなさい、いつもそこでその言葉でもうこうフラットにしますけど、鳴らしてね、本当にそう思ってる。いや、町田先輩もそれで折り合いつけてる。折り合いをつけてんだよ。人生っていうのは折り合いをつける。折り合いつけなきゃダメなんだよ。俺ら後輩とかだったらさ、チャレンジスピリッツを買ってくれて加点するやん。いや、そうなんよ。そういうのがないもんね。加点性がないの。でも子育てにさ、チャレンジスピリッツいる。いる、いる。いる。なんかやってんだみたいなさ、もう全部あれ。やってみた方がしょうがないって山本一郎君も言ってんだから。一滴聞かせてさせてみて、うん、褒めてやらねば人は伸びず、うん、褒めなきゃ。その時期あった。誰に言ってる。嫁です、嫁です。父ちゃん、いやいや大丈夫。大丈夫、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 大丈夫。でもやっぱみんな、うん、うん、ええも違う、ええも違う、ええ、ええも違う、うん、こんなベタに詰まります。大丈夫。いやいや。キュッつったよ、今。喉キュッ言った。俺我慢だと思うわ、結婚って。俺はね。なんで。いや、そうだと思うよ。誰も何も言ってないよ。誰も何も言ってない。言わんか。異論はないよ。何も異論はない。なんで。うん、だってそうでしょ、だって。もう俺はね、はっきり言っちゃえば、俺の目標はもう好かれることはないかもしれんけど、墓で、墓の中で添い寝したいんだ。墓の中で添い寝したいんだ。墓の中で添い寝して、墓の中でちょめちょめしたい。きついなお前は。俺はもう、でもしょうがない、格上と結婚してたから俺は。いやでも、原動力だね。お前がでもそういう面で言うと一番そういうな。そうね、レベル高いですよ、一番一番高いところにいるよ。俺は今、すごい有名な、高名な先生にお話聞いてるみたいな感じになってる、ね。君たち悩んでますけど、墓の中でやればいいんですよ。墓の中に石に入れるっていうのは、頑張った人しか入れないから。まあまあ、そうだ。そこを諦めずに、一生懸命、魂を抱くんだよ。魂を抱いてくれって、氷室京介。魂を抱いてくれって、そういうことなんですね。違う違う違う。次回、ゴリパラ見聞録、ゴリパラサミット、見逃すな。